はい、今ね、南ポロの公共施設アイクルの中に入っています生活福祉課の中田さんよにねお時間いただいて、就労支援 B 型のね施設を、南ポロ町で、何かできないかなと思いまして、東京で知り合ったね、増田社長と、アイクルのね中田さんよにビデオ通話でお話ししていただきました。南ポロ町にはね、恵み学園さんという大きい就労支援 B 型の施設はあるんですけども、ね、他にはまだその施設がないということで、何か南ポロ町のこの社会福祉に貢献できることができないかなということで、まず第一歩として、お話し合いの場を作らせていただきました。また活動のご報告として、第2回、第3回とね、今度はね、ちょっと7月、まあ、緊急事態宣言明けて、7月ぐらいに、増田社長の方が、南ポロ町にね、いらっしゃると思いますので、また実際に会って街の雰囲気を見て、少しずつね、実現に向けて頑張っていけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。はい、今日は中田さんよに、お越しいただいて、これからちょっと福祉のことでいろいろ勉強させていただこうと思って、今日はお時間作っていただきありがとうございます。ではちょっとビデオツアーの方なんですけども、はい、これからかけさせていただきます。はい、お願いします。あ、増田さんどうも久しぶり待って、声がちっちゃいのありがとう、なんか雰囲気変わったんじゃない？そう、うん、白髪が増えたかな髪伸びたね。伸びたやろ、久しぶり。久しぶり。ちょっとじゃあこちら、こちらは大丈夫なんで、こっちだけ。紹介します。これから福祉、はい、生活福祉課の中田さんです。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。増田です。よろしくお願いします。中田と言います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうふうに進めていきますかね。まだ初めてなんで、ね、うちらもこう。はい。まあ、本当はね、来週南ポロ町に行く予定あったんですけど、今奈良の大和高田市というところで、ちょうど障害者の B 型やってまして、あれですか、サビ館の方とか募集しても結構来られるような感じですか。なかなか難しかった。人の関係は難しいかもしれないですね。特に資格ないと、サビ館さんとか研修受けたりとかいろいろしてないと、経験積んでたりとかないと、はい、なかなか新しくできた放課後デイサービスの事業所さんは全国に募集かけてて、たまたま近くの人たちを知り合い同士がこう引っ張ってきたみたいな感じで、サビ館さんも、指導員さんたちも集まってだっていうのを聞いてます。あれ、非常事態終わりましたらぜひね、一度来てください。本当行きますので、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。またいろいろ連絡させてください。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました、どうも。じゃあまたバイバイ。バイバイ。ありがとうございました。本当、7月、ね、早ければ7月に来れるかなとは思うんですけど、落ち着けばいいですけどね。はい、あともう一つ、その、まあ、増田さんと一緒にニーブっていう、本当は来ようとしている会社が、その試験運営とか会場のこう、もうそれはまた自分より年下なんですけど、もう本当に男気があって、いいもかっこよくて、来る際にはちょっとご紹介しますので、何か一緒に、こんなおばさんで言うと、いえいえ、なんかやっぱりお手伝いできることはありました、ね、愛がある人をつないでいけば何かできると思ってるんで、その感覚を大事に頑張っていきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。